意味ないじゃないですか。オンライン塾を軽くやっちゃってる人がいるんかな。実績も最初ってないじゃないですか。誰そうそう誰が何をしてんのってなるんで、劣化版みたいな思う人もいるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりオンライン塾での新しく出てきたところでクレームが起きるっていうのはやっぱり。皆さんこんにちは、教育役田ひろと申します。はい、吉村と申します。久しぶりですね。久しぶりです結構久しぶりですね。もう本当にもう遊んでくれないから。本当にもうそれうちのチャンネルの方でも最初に言ってましたけど、断ったことないでしょ僕。確かに言われてみればでしょ。というわけでですね、はい、今回改めてっていうか社長シリーズで出てもらった時に、はい、出させていただきました。塾の話してもらったと思うんですけど、はい、あれから何年も経って、まあ、2,3 年経って、まあ、言っても年経ってますね。はい、経ってるんで、うん、いろいろ変化してることあると思うんですよ。あ、そうですね、変わってます変わってます。コロナ禍を経て、はい、オンライン指導っていうものが、はい、うん、市民権を完全に得てきた。はい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 、でもその前も経験してるわけじゃないですか、はい、いろんな変化をしてきてると思うんで、うんうんうん、今どんな感じでオンライン塾を経営されてるのか普通に聞きたいですし、はい、オンライン塾やってる人もめちゃくちゃ増えてるはずなんで。ああ、まあ確かに増えてますね。まあ、ちょっとこう吉村さんの意見も参考にしてみたらどうですかっていうことで、はい、こうこいつといいよみたいなのあったら教えてほしいなと思って。了解しました。お願いします。だから設立がコロナ禍のところで、最初はオンライン塾って大丈夫みたいな感じだったんですけど、うん、まあ、そういう時期は経験しました。で今はでもコロナ禍が落ち着いて、でオンライン需要みたいなものが落ち着いてもいるんですよね、塾の方って結局、うんうん、だから英会話サービスのコーチングサービスとかいろいろ有名なのもありますけど、そういう社会人向けとか大学生以上に向けた教育のサービスはオンライン需要が多分減らずにまだ増えていってると思うんですよ。リモートワークになったりとか、その場所に行かなくても学べることにも価値がある、うん、ただ塾はそうじゃないので、正直なんかポンポンポンオンライン塾新しいのやっぱできてますけど、そんなに新しくできて集まるのかなっていうのは疑問ではありますね。オンライン塾から生徒が集まれませんっていう、そのいっぱい相談来るんですけど、はい、もうみんななんか儲かるって言うから始めてみたけど全然儲かんないみたいなそう、結局ね、なんか増えてるんですけど、今からだったらどの道やっぱり YouTube か SNS をバズるしか、バズるっていうかちゃんと登録者得るしかないと思いますね。まあ、そうですよね、うん、だってうちも目標数出しましたもん、フランチャイズで校舎できてて、もう一個、まあ、関東の方で開校予定なんですけど、それもやっぱりオンラインだけだとなかなか幅が広がっていかないから、うちのサービス全国に広めるためにも教室展開に打ち出してるんで、なかなかやっぱりそもそもオンライン塾だけでってなると、登録者10万人とは言わないですけど数万人ぐらいいないとなかなか生徒さん来ないんじゃないかな。やっぱ怖くないですか、子供預けるってなって。そうですね、うん、YouTube の登録者あんまりいなくて、で実績も最初ってないじゃないですか、うん、誰ってそうそう誰が何をしてんのってなるんで、僕とかやったら結構当初から受験生版タイガーファンディング出させてもらってて、そういう一面も見てもらいつつ、うちのチャンネルの方で普通に喋ってるのも見ていただいてとかで、まあ、結構もう人間性伝わってると思うんですよ、うん、そこである程度安心も得てるでしょうし、うん、オンライン塾といえばどこどことどこどことどこどこみたいな時には結構やっぱ名前入れてもらうようになってるんで、そこまでは来たんですけど、でもやっぱ教室作っていたことになったんで、オンライン塾新たに発足はなかなかっていうのはちょっと個人的な意見としてはですよね、あります。すみません、ちょっと話全然戻るんですけど、はい、その一校舎目は天王寺ですよね、うん、開校時期日的には若干大宮の方が早くなってますね。あ、そうです。じゃあ、うん、順番的に大宮、そうです、大宮天王寺、まあでもほぼ同時期ですよ、あの1ヶ月も空いてないんで、うん、1,2 週間の差なんで。3校目のところ聞いてないですよ、 P 出るんで教えてもらっていいですか。おーい、またいい場所、ありがとうございます。激戦区っちゃ激戦区ですけど。そうなんです、まあただそこにちょっとゆかりのある人がやってくれるっていうのがあるので、いいかなっていうので。ゆかりのある人はいいですよね、やっぱね、土地が分かったりね、うん、大事だと思いますね。わかりました。校舎出すに至った、はい、いろんな変化あったと思うんですけど、はいはいはい、じゃあさ、やっぱ株式会社プラリス、はい、ブランド名プラリスアカデミアの、はいはい、やっぱ理念、はい、今の理念ですよね、はいはいはい、をちょっと教えてほしいです。教育理念っていうところで言いますと、どうしても自立した受験生になって合格してほしいっていうのがあるんですよね。だから大学生になった時に自分で自分の目標を見つけられないし、でどうやって頑張ればいいのかもわからないし、すぐ他人に答えを求めようとするし、挑戦をしないし、うん、みたいな大学生が量産されると、それ社会人が量産されてっていう、その負の循環を作ってるのはでも今の受験教育とか学校での教育とかだと思うんですよ。なるほど。だからそこを変えたい、自立した受験生になった上で合格してほしいっていうのはすごいあります。
こうレールに乗っかってそのレールに乗っかるのがよしみたいな文化もまだやっぱあるし、うん、親世代とかってそういう人多いから、うんうんうん、そのお金出してる親がそういうの持ってたりすると、うんうんうん、子供がどうしてもそのレール乗っちゃうじゃないですか、はい、そうなんですね。塾に入れて合格させてもらうみたいなのってほんまになんか力つかなくて、旧帝大とか早慶とか難しいとこになればそれでは受からないレベルの問題が出てくるんで、うん、そこはフィルターみたいなかけられてると思うんですよ。レールに乗っかってきたとはいえちゃんと自分で考える力も身についてる子たちが受かってると思うんで、うん、ただやっぱボリュームゾーンですよ。まあチーニットコマセンカンカン同率ぐらいに行く、うん、で文系の方が多いじゃないですか、うん、そうなってくるとの受験生の子たちって本当はもうワンランク目指せたのに習うことに慣れすぎた教育のせいでそこに落ち着いてる場合がめっちゃ多いと思うんですよね。過去問を何週もやったらつかめてくる、これを覚えたら解けるって別になんか意味ないじゃないですか。勉強の醍醐味がない、うん、自分で試行錯誤してこういう問題を解くためにはこういう力が必要だなみたいなのを考えてやっていくっていうのをなんていうんですかね、ゲームの裏技みたいなんでもう勝手に攻略して受かっていくんじゃなくてちゃんと自立して自分で考えられるようになった上で受かんないと、なんか社会出てからもね、うん、そうです、社会出てから仕事大変ですからね。そうなんですよ。でそういう人が大多数いると日本やばいなってなるんで、確かに、だからそこを変えるための教育をしたいっていうのがあります。社会に出た時、大学でもいいですけど何か問題が発生した時に正直うまくいくか分かんないじゃないですか。解決できるかも分かんないけど、あ、ちょっと僕なんとかしますって手を挙げれる人だったりとか、新しいことに挑戦できる責任を負ってリスクを負って挑戦できる人だったりとか、そういう人だってやっぱり自立した受験生、社会人になってる人だと思うんで、自ら手を挙げて目標に向かって頑張っていける、そんな人たちがうちの卒塾生で溢れたらいいなって思ってますね。まあ、なるほど、はい。まあ、塾ってそもそもあの店舗構えてること多いじゃないですか、はい、当たり前ですけどそこら中に塾いっぱいあるじゃないですか、うん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 、なんか5万件ぐらいあるって言われてるんですけど、はい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 、はい、コンビニかみたいな、ありそうですね、全然そう、はい、でもその中で、うん、オンラインの塾を、はい、そのまあ、経営する運営していくって、はい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 、これやったら大体は失敗しないとか、うんうん、これやったら成功するみたいなことって、うん、その答えないじゃないですか、うんうんうん、でもそういうのってやっぱこう自分で考えてやられてると思うんですけど、はい、だからそれってどうやってやってるんですか。そうですね、やっぱりオンライン塾での新しく出てきたところでクレームが起きるっていうのはやっぱり管理がずさんだからだと思うんですよ。教室だったらその場の教室に行って授業を巡回したら個別指導でも集団指導でもどんな雰囲気でやってるか子どもたちの表情を見れば分かるし場の空気を見れば分かるんですけど、オンラインはそれが無理なのでうちは1対2で、2の方が講師側でやってますね。コンサルタントっていう講師とトレーナーっていう講師で2人で1人の生徒さんを見る。でその実際の指導の場所は Zoom でやるんですけど、そのコンサルですね、いわゆる問題解決コンサルをする、この勉強法に変えてみようとかこの参考書ここまで進めようみたいな話をするのはコンサルタントが、まあ、大体週に1回とか2回ぐらいのペースで Zoom で1対1で喋るんですよ、うん、ただそれ以外のところでやった勉強の日報提出とか保護者さん面談、三者面談、四者面談みたいなところの管理だったり手配だったり話す内容を決めてっていうのはトレーナーの方がやるんで、その教室長みたいなポジションなんですけどね、うん、役割的に、まあ、そうですね、うん、そうですが、ちゃんと2人で1人の生徒さんのグループを作って見ていく。で毎日日本も出してもらうし、あの学習の進捗が良くない子たちはオンラインの自習室に来てもらう、 Zoom のところに。なるほど。でそれももうシフトみたいにして、子供たちがシフトみたいに、うん、要は今週はもう5時から8時まではずっと入りますみたいなのをあらかじめ宣言しといてもらって、来なかったら連絡するみたいなとこまでやってますね。まず Zoom でつなぎながら勉強してるかどうかを確認するってことですね。あ、そうです、あの、はい、手元を映してっていう具合があれですね、はいはいはい、とかまでしてるからみんなやっぱり最後まで走り抜けてくれるし、うん、勉強も続くんかなって思いますね。おー、うん、このコンサルタントとトレーナーの方のこう情報共有だったり、はいはいはい、意思統一だったりとかって、はいはいはい、重要だと思うんですよ。はいはい、そうですね。生徒が例えば、うんうんうん、早稲田に行きたいって言ってる、はい、コンサルタントは行けると思ってる、トレーナーは、うんうん、ちょっと微妙と思ってるとかなるとこう いろいろ問題が起きてくると思うんですよ。そういうところでどうやって解決してるんですか。まあ、そうですね、毎指導毎指導のその指導の報告シートみたいなものと、あとは授業動画というか会議の動画ですよね、というのは基本的にトレーナーの方で見てるんです。まあ、それは何時間もの動画をずっと見るわけじゃないですけど、うん、チェックはしてるんで、であの定期的に、まあ、もちろん話はしてるんですよね。だからやっぱ現場で見てるコンサルタントの方がより分かってるっていうのはあるんで、コンサルタント主導ではありますけど、うん、ギリギリだなと思ったらトレーナーからさらに上に僕とかその部署の責任者にまで相談が来ますね。あ、まあ、この子どうしましょうみたいな会議の中で、社内会議の中でこういう子いるんですけど押すべきか引くべきかどうしましょうかねみたいな相談もされますね。だから結構連携はねリモートワークですけど取れてますね。
なるほど。ちゃんと意思統一がされてるんで、その子供に対してきちんと学習だったりとか、うん、もう勉強時間足らなかったら、あの、ズーム実習で教室に行ってとか、呼んで、で、親御さんとも連絡取ってみたいな感じですね。あ、なるほど。そうなんです。だから結構ね、そう、大変なんですよ。オンライン塾を軽くやろうとしてる。でしょうね。そう、やっぱね、そう、軽くやってる人がいるから、ちょっと劣化版みたいな思う人もいるんじゃないかなと思うんですよね。オンライン塾を軽くやっちゃってる人が、いるんかなみたいなのちょっと個人的に思ってます。軽くやりすぎた人たちの相談が大量に入ってくるので、そうですね、それ無理でしょみたいな。そうですね、その学生講師と生徒さんをただマッチングさせてあとどうぞみたいな塾は絶対に多いと思います、オンライン塾は。はい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 、うん、自分が見るんで何人でもできるとか思ってる人結構いるんですよね。ああ、あくまで自分が見ますみたいな人もいるんですね。そうです、100にいっぺんに見るんで、はい、オンライン100人やってみたいみたいな、それは無理だろ、大変みたいな。どうするんだ、それは。めちゃめちゃ大変ですね。いろんな人がいて、それぞれ責任があるから。結構ね、いろんな大人がちゃんと動いてますね。組織図的に言うと普通の塾みたいな感じになってると思います。教室長じゃなくてトレーナーってだけで、今度からそう言います。オンライン塾は普通の塾の店舗がないだけで、はい、普通の塾と同じと組織図にしないと、はい、うまくいきませんよって。そうです、やっぱね、その長年リアルの塾がその運営の仕方やってるのは、やっぱそれがちゃんとうまくいってるからなんで、そこはオンラインもね、習った方がいいと思いますし、よし、まあちょっとトレーナー不足です。じゃあトレーナー不足です。もちろんコンサルタントの人もそうなんですけど、やっぱりね、特にトレーナーの人は社会人で塾からの転職の人がやっぱ多いんですよ、うんうん、っていう人たちをもう絶賛募集してます。やっぱり学生講師は集まりやすいんですね。うち京大生とか、まあ旧帝大の大学生のコンサルタントたちはいっぱい結構優秀な人たち来てくれるんですけど、トレーナー不足なんで、ちょっと教育学生の人たちの申し込みを待ってます、僕は。いや、めちゃ多分いると思いますよ。本当に一緒に働きたいなって、ちょっとでもね、さっきの理念のところとか働き方のところとかでどんな教育をしてるのかはある程度伝わったかなと思うんで、ちょっと、はい、興味ある人は僕の SNS ですかね。そうですね、吉村さんに直接連絡してもいいんですよね。あ、そうです、何時か面接挟む可能性はあるんですけれども、一度私宛てにね、ご連絡してもらえたらと思いますので。わかりました、ぜひお願いします。だってもうオンラインですもんね。あ、そうです、そうです、そうです。働く場所あんま関係ないですもんね。地域は問わずで、まあただ、私がよくいるのが東京か大阪みたいなところなので、そこに近いと、まあ、直接会って話とかもしやすさはあるんですけど、全然今でも本当全国いろんな場所にいらっしゃるんで、場所は問いませんので、お待ちしてます。なるほど、わかりました、はい、じゃあ、ぜひ応募してみてください。下にリンク貼っておきます。ありがとうございます。じゃあ、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ちゃんと遊んでね、今度。誘ってくださいよ。